三国志、古代中国を統一するために様々な国が争いを繰り広げた。長い歴史において中国は支配者が変わり、国名も変わり今に至るわけだが、三国志には様々な武将がいて、いろいろな伝説が今でも語られている。それはゲームやアニメなんかにもなって、いろんな人にも知られるきっかけになった。この三国志を現代版として描いた、今回紹介するキャラは一騎当選に登場する孫策伯符だぜ。三国志の英雄の魂が封じ込められた勾玉を持ち、その宿命を受け継いだ現代の高校生たち。彼らは闘士と呼ばれ、日夜争いを繰り広げていた。この武将だった孫策の魂を受け継いだ女子高生の伯符は東京で天下を取れと母に言われ、己の宿命の意味も深く考えずに南洋学院に転入するんだ。上記の通り考えること、勉強が苦手です。腰おバカさんな思考が目立ち、周りからよくおバカ扱いされ、憤慨するシーンも多いんだが、性格は明けっぴろげで明るく、喧嘩が好きで、常に強いものを求め、お互い全力で戦った相手には敬意を示し、勝った、負けた関係なく、敵対する相手でも、すぐに仲良くなれる、人を引き付けるカリスマ性を持っているんだ。はじめは自分の中にある巨大な力を使いこなせずにいたんだが強敵との戦い、南洋学院の当主としての自覚に目覚めて誰もが認める当主になるんだ。そんな喧嘩大好き、伯符だがいとこである黄巾とたまに急接近し、お互いを意識しちゃったりするうぶな関係なんかも見物なんだぜ。作中ほとんどの当主は女性で、戦いの最中に服が破けてボロリは当たり前、裸は基本ナチュラルに描かれ、一瞬これが普通なのか、と錯覚するほど普通なエロスだし、放送当時はちゃんと修正されてたりと少し過激だから、そこを踏まえてみてほしいんだぜ。また、新章が来年放送予定ってのも嬉しいんだぜ。バカって言う方がバカなんだぞ。最後までご視聴ありがとうございました。